豚肉のミルク煮込みを作りました。豚肉の塊にハーブソルトをすり込み、ローズマリーを刺していきます。全体を焼いた後、牛乳を1リットル分注いでください。あとは弱火でコトコト煮ていきます。途中、鍋肌についたタンパク質の塊をこそげ落としてソースにしていきます。柔らかく煮えたお肉をスライスし、ソースをかけて召し上がれ。のほほんうさぎの週末幸せご飯、他にも動画アップしてます。